とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されました。まさかの、今回も30回まであります。長い。長いよ。まあ、敵とボス次第では、まあ、30分ちょっとぐらいでいけるんじゃないかな。どうだろう。主要なエンチャント、ああ、追い打ちがある。防護もある。まあいいや。追い打ち。あと、防護とかもあったので、最初に意外とつけやすいやつは、ついてるのかな。でも相変わらずの敵の多さではあるけども、そうめんどくさいやつは、いないか。ちょっと遠距離が多いくらいで、特に問題はなさそうですね。OK。で、最初から箱がある。これは嬉しい。最初から箱あるっていうのは嬉しいね。とりあえず1回余裕。珍しい。だいたい1、2回って難しいんだけどね。今回簡単だわ。はいはいはい。まあまあ、普通にいつも通りの感じで行きましょう。なし。で、おお、また珍しいな。1、2階で、箱がある。あ、ちょっと待って、戦い方がこれはまずいぞ。OK。めんどくせえな。凍結持ちが、結構いて。まだ来る？まず取ってから先に進みましょう。もう！ OK。いい、やりにくい。ほんとに。で、あとは3体ね。はい、よし。まあ、めんどくさい。ステージではあるけども余裕です。いらんかな。おお、で3階からここだいたい後半に出てくるステージなんだけどね。珍しく3階ぐらいから出てきてる。でもそんな敵は多くないでしょ。3階の攻撃力で敵がワンサかね、ここで出てきたらちょっとやばいもんね。意外とマイルド。あー、はいはい。めんどくせえな。OK。若干敵の HP 高めで攻撃力も高いんだけども、まあまあそうでもないか。OK。123、特に問題はなさそうですね。どこら辺から難しくなるだろう、今回。おっと、じゃあ、ああ、もうそこ行くなって、お前。本当に。そこに逃げられるとめんどくさいよ。いや、欲しいのないな。ない。あ、で、ここね。あ、久しぶりだ。の場所ですね。その遠距離うっとうしい。しゃ、当たらんか。当たった、やった。待てよ。よし、意外と敵自体は多めではあるね。でも全然倒せない感じではないのでいいでしょう。これ奥の方にどれぐらいいるか。あんまりいるなよ。大丈夫そうね。ファンも出たし、これで終わりか。
全然問題なしです。問題なし。なんか欲しいやつが全然ない。おお、いや、まだ全然買えなくていいよ。で、ここか。5、6シーズン前のここは相当難しかったと思うけど、今回はそうでもないでしょう。おーい、いや、ナイス。ちょっと待って、あぶねえ、火力高えな。し、オッケーオッケーオッケー、凍結スケルトンがいるから、あー、段差。しゃ、よし、おいおい、こいつの火力が高いからね。よっしゃ、終わり。あー、結構危なかったかも。ここは凍結もさせられるし、クリーパーも出てくるで、ちょっとめんどくさいとこだね。誕生終焉、あー、で、森の矢筒。変えていってもいいかもね。誕生終焉でいきますか。ちょっとね、攻撃範囲が狭いので、そんな好きな武器ではないんだけども。まあ、吸血もついてるし。いや、やっぱ慣れんな、この、やべ、もうこの攻撃範囲の狭さには慣れない。よし、あ、でももう倒せるか。吸血がついてるにしても、序盤はそんな回復せんね。え、じゃあ何ついてんの。いや、何も良くない。これはちょっとトランホが良かったかもしれない。うん、まあ早々に変えましょう。ボスとの1対1だったらね、いいかね。あー、なるほど。ボンクラブと、これがあるか。なんか俺、ボンクラしよう。ちょっと待って。最初からミスったな。まあ、ちゃん入れましょう。吸血はちょっと欲しいかな。吸血1は入れときましょう。で、追い打ち、8ぐらい、うん。111でいこう。いいね。ナイス、8。いいよ。いいね。ボーンクラブ使いやすい、やっぱ。いや、もうほんとタワーではね、無類の強さだよね、これ。ものすごいぶっ飛ばすし、火力高いし。 OK、 終わり。なるほどね。6回報酬では何も取らずに、あ、いや、5回報酬か。で、あっちにしたがいいね。あー、取っていってもいい。でもエリクサーのカバンも欲しい。こっちで行こう。次がボス？いや、違う、違うか。まあいいや。ボスじゃないな。これだ。骨コンボ。反逆者にしてもいいかなと思ったんですけど、なんか別のやつが出る気もする。危ない、危ない、危ない、危ない。いいね。ナイス。感じ。意外と今回簡単かもしんないね。もしかすると、わお、いいね。強打が刺さるね。終わり。あ、いや、まだ、あ、お前か。問題なし。で、次、ボス。炎症のトーテムがあるぞ。
ちょっと HP を気にしていかなきゃいけないか。まあいいや。何が来る？ OK。影のブリューは、一応、保険で取っとこう。いいぞ。なんだ？ 2 体か。うわ、ゴミ！ちょい、待て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 。待てよ。まずどっちかを倒さんといかん。 OK。 落とせないか。ちょっと落とせはしないけども、ああ OK。ぶっ飛ばせ。おーい、ボーンクラブ、これ間違いない間違いない。あー、でそこでスパイダー来るか。ナイス。うん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 、いい感じだと思うよ。でもエンチャがね、まあ激光を入れときましょうか。で、後々死んだりしたらライフブーストを入れていこう。いいね。かなり武器選びバッチリだと思う。あぶね、バッチリバッチリ。やっぱね、武器選びでだいぶね難易度変わるからね。結構今回は当たりだと思う。よし、はい、めちゃくちゃいい感じ。いや、もしかしたら序盤簡単で終盤難しいタイプかもしれないしね。どうだろう。お、ドラ。これ間違いないよ。おう、ドラでしょ。シュルカー、あ、いや、違うか？上に登っていくやつこれ。あ、違う違う違う。これはね、ワンシーズン前もありましたね、ここは。ちょっとね、弓を、おーい、ひでえな。あ、でも吸血が本当にいい感じ。吸血がいい感じでスイスイいくね。終わりか。よし、むちゃくちゃ簡単。いや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 、これはこっちだわ、間違いない。で、弓もなんか変えたいけどね。欲しいのがない。まあとりあえずのやつをつけていってもいいのかもしんないけどね。でもね、それだとちょっとポイントももったいないし。いいか、ナイス。おーおーおお、敵が多いよ、敵が多い、本当に多い。よっしゃー、むちゃくちゃ多いじゃん。もう蜂はあっちにいっぱい出てるの、もしや。多分蜂いっぱい出てたね、今の。で、あっち側にタゲが行ってたんだ。はい、終わり。あれ、まだ下に迷子がいるっぽい。あ、いたいたいた。終わり。まだまだなの。階段の上登った。あ、これ階段の上だ。なんかこれちょっと若干ね、フィールドが広かったりするとめんどくさいね。終わり。今んとこほんと問題ない。釣り竿、いや今回釣り竿なしでいこう。まあまあ釣り竿連打もまあできるっていうことだね。 OKOK、 オッケー。ハゲの釘2つ、危ない。いいね、いい感じにワンパンしていってる。
数は多い。結構数は出てくるな。じゃあ、あ、蜂がそっち側出たね。ラッキー。うわ、あっち側は多いな。まあいいか。あ、危ねえ。あっち側は多いけども、まあ問題ないでしょう。はい。おしまい。愛のメダルがあればね、あそこ中のやつも一掃できるんだけど、まあ、今回は愛のメダルはありません。いくぞ。しゃー、一気にいく。14回クリア。あー、で新しいボンクラブ、いやでもこっち使っていきたいな。でも火力結構違うね。うん、で特攻だから別にいいか。変えよう。うん、攻撃力メインでいきまーす。クリティカルよりも追い打ちの方がタワーではいいかな。いくぞ。キノコが出てきてくれればね、クリティカルでもいいんだけど。ああ、エコーがもったいない。よし、 OK。 おーおーおおおおおいいね、エコーでポフォーンといった。問題なし。いやー、欲しいのほんとない。あー、でここか、狭いんだよねここ。あー、でちょっとこれエコーあんまり合わなかったな。やべ、あー、ワンパン、エコー合わないわ。うん、エコーがあることで、ちょっと硬直が生まれるね。その硬直が本当に良くない。ちょっと待って、敵のね、火力が、結構えぐい。ちょいちょいちょい、なんだここ。綺麗な。よし、オッケー。ちょっと武器変えたい。エコー、エコー失敗した。でもねー、いいやつねえんだ。一応蜂だけ持っていけ。うん、その方が良さそう。もう HP が結構よろしくないことになってる。まあまあ、もともとね、軽減のない装備だから仕方ないんだけど。OK。にしてもやね、ほんとに。ん？あ、まだいるよね。じゃ、多いなぁ。よし。完璧でしょう。では取ってきます。あ、いた。無茶しないとこ。よし、でジオマンサーでおしまいか。はいはい、なんか若干難しくなってきた気がする。はい、あ、商人ですね。はい。では、とりあえず、前半ここで、終わりたいと思います。うん。で、イカがある。珍しい。イカだわ。まあいいや。はい。まあ、とりあえず、前半ここまで。で、次は18回から30回までやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。